こんにちは。違うわ。こんにちは、みずきです。今日なんですけども、ジムに来ております。いつものおなじみパーソナルジムです。で、前回体作りの動画を出したと思うんですけど、一応それから結構半年ぐらいですかね、あれ夏ですもんね、出したのぐらい経ってて、で、まあちょっと成長、まあ本当にちょっとなんですけど成長したので、それをちょっと撮れたらなっていうのと、このあと夕方からユン先生と筋肉食堂に行って対談をしたいなと思ってますので、それも撮れたらいいなと思って回しております。なんでまず最初は普通にいつも通りパーソナルトレーニングをして、で、このジムでの撮影はちょっとしか使わないんで、ところどころ手持ちでユン先生に撮ってもらって始めていきたいと思います。まずはストレッチからよろしくお願いします。ではまた回します。腰折れないように肩下げて、胸の上胸椎伸展いきます。せーの、1、2、3です。で、2、4、3、はい、で、はい、4、2、3、吸った。10、あと5回頑張ります。1、2、3、吸って、2、うまい、頑張って、3、はい、あと2回、4、はい、最後下で3秒ストップ、離します。3、2、1、ゆっくり力抜かない、はい、肩甲骨ラスト剥がしてストレッチ、 OK、 上手。はい、いきます、締めてね。せーの、膝固定、深く、そう、1、深くいってお腹に力入れて上がる、うまい、3、はい、内ももも入れます、上手、4、5、いいよ、はい、6、そうそうそう、うまい、はい、7、上手、吸って8、9、うまい、はい、10、お尻一つ、あと5回いきましょう、下がる、1、はい、深め、2、上手、3、まあ、上に上がる、いい、し、ラスト、はい、頑張る、両膝開いたまま、はい、上手、はい、もらいます、いい、なんかめっちゃ良くなってますね、バッチリバッチリ、期間空いた方が良くなる、いや本当に、多分元気がちゃんと、そうですね、ちゃんと元気なんで今調子いい、腰大丈夫です？大丈夫です、うん、スタミナ的にちゃんと、そうですね、元気な日あるから、体終わってからタンパク摂取やばいですね、確かにちょっと開くけど、タンパク摂取めっちゃ、本当はすぐの方がいいんでしたっけ、まあね、本当は夜ご飯として食べるから何食べようよ思ってなります結構、いや、最後だけですね、最後だけですね、めっちゃきつかったです、明日が怖い、明日が怖いですよ、明日が絶対来るわ、何だよ、いつぶり、1週間以上は空いた、1週間以上空いてます、空いてますね、もう最悪2週間ぐらい、近いから空いてますよね、はい、空いてますね、だからもう今日が怖くて怖くて意外と力抜けてもいいかも元気進めすぎるのも良くないかなって思いました。まあ、週にして、ね、増やしたらいいけど、疲れてきたの、ね。他の仕事も兼ね合いが毎週あって、多分せめてだから1週間に2回、1週間に1回とかの方がいいかもしれない。そうですね。うん、集中なんかならず。集中できるって言ったら週1かもしれないですね。確かに。はい、やってまいりました。筋肉食堂。
ワイドおなじみ。聞いてないんですけど、合わせてきたのに。すいません。で、ゆうせつでございます。お願いします。そう、ゆうせつにもこれあの、あげたの忘れてました。本当に合わせてきたかったです。すいません。まあ、そんな感じで、本日、筋肉食堂さんで。タンパク質を摂取して、ね、どうでしょう。タンパク質を摂取します。頼みたいんですけども、メニューがないので声かけてきます。ちょっと待っといてください。メニュー待ちです。疲労は来てないですか、体も。疲労は大丈夫、大丈夫です。多分明日来ます。明日ね、今日はスクワットと、うん。背中を取ったんですね。そうですね。で、その他に腹筋、腹筋をしましたね。体幹系ね。体幹系しました。うんうんうん、頑張ったから。久しぶりやったし。そうなんですよ。すいた、ほんまに。来たことありますか？あります、あります。ありますか？うん、お世話になっております。プロテインが、プロテインです。これ何でしたっけ？これがプロテインでバニラ味のプロテインの低脂肪牛乳です。あれですね、最初の乾杯用です。最初の乾杯用ですよね。これプロテインが来ます。来ますので。あ、はい。あ、大丈夫です。ごめんなさい。先に言われて。はい。メニュー。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ頼んでから乾杯します、うん、そうしましょう。私あれじゃないですか、あのデリーの、うんうんうん、あのお弁当、はいはい、やってたじゃないですか、うん、それとはまた違って、うん、筋肉食堂の店舗の方はなんか結構品揃えめっちゃ良くて、しかもめっちゃ美味しそう、うん、ほらこんな感じでハンバーグ見えるめっちゃいいんですよ。で、ここお酒も置いてます。思った、これ。そうなんですよ。お酒も置いてます。結構種類多いです。まあどうしよう、うん、どうしよう、どうしよう。初めてやるし。誰も罪悪感がないっていうのがうんうん、うん、いいですね、うん。バニラとの、え、バニラ味、バニラ味何かで割ってるじゃん。プロテインです。はい、いやー、めっちゃバナナやった。そうですよね。ちょっとめっちゃ嘘つかない。いやでも動画見返したら、うん、バナナってちゃんと言ってるかもしれない。言ってましたよね。これ何でしたっけ？これがプロテインでバニラ味のプロテインの。バニラ味の。あ、絶対バナナなんですけど。絶対バナナやった。バナナとグリーンとミックスベリーしかないですもん、味。絶対言ってた。絶対バナナやった。そういうちゃうんですよ。気づいてしまったんですよ。やみつき卵めっちゃ美味しそうなんですけど、うん、ガーリック入ってるんですよ。気づいてしまったね。ガーリックに気づいてしまった。失礼いたします。食島セットのスープ、美味しいスープでございます。気づいてしまいました、ガーリック入ってること。このぐらいのガーリック。ああ、大丈夫です。ここまで。確かに。はい、フレスケアで、なんとか。今日生のニンニクじゃなくてガーリックチップ。ああ、全然大丈夫です。はい。ご安心ください。ありがとうございます。失礼しました。あ、すごい。何？もう混ざってますね。なんや、野菜、全体で。もう考えた。最高ですね。ほら、見てください、これ。食レポ始まりますけど、ほら、わかります、この。サラダにもうドレッシングが絡んでるんですよ。これめっちゃいいですよね。かけただけじゃなくて、うん、もう取るだけでいい。最高です。お先失礼します。こちらも。ちゃんと三食目ですか？はい。朝ごはんは目玉焼きとキムチ納豆とご飯とうどん汁食べました。
なんか結構変わってきたんじゃないですか、食事も。そうなんですよ、ちょっと頑張ってます。朝食べないかったんですけど、もともと食べなかったから食べるようになりましたよね。食べてくださいって言われててずっと言い続けて、はい、で、お昼がおにぎり1個です。おにぎり1個おにぎり1個です。しだしかもトレーニング終わりじゃないですか。そうなんですよ、トレーニング終わりにおにぎり1個食べました。あんまり食べないようにしてる感じです。バランスというか、なんかそのもともと多分結構ちっちゃいんですよ、で無理のないぐらい、お腹空いたら食べるぐらいがなんかコンディション良くて、うん、お腹いっぱいも食べないですよね。そうですね、はい、1分目、そうですね、わかる。8分目がぐらいですね。いただきます。なんかいいですか、女子会みたいな食べながら聞かれるみたいな。確かに女子会ですね、うん、超健康的な女子会、うん、野菜もちゃんと食べますもんね。さっき食べたいって言ってた。あ、そうなんだ、うん、サラダ好きで、うん、割と食べてますね。そう、倍食とか行くと、あ、意外、一旦サラダ挟みます、うん。ミルクさんの美の秘訣はサラダ？ちょっと気になりますよね。美の秘訣、え、なんかだってノーファンデ？今日そうですね。あのちょっとあの、うんうんうん、ちょころどころコンシーラーぐらい。はい。じゃすいません、ね、今日ほぼメイクしてなくて申し訳ございません。いや、そのツルツルの卵みたいなさ。いやなんかめちゃくちゃストイックな人ほどやってないんですけど、もともとそのズボラで結構、うんうんうん、だからそれができない人なんですけど、もう習慣とかしてることは、うん、メイクはちゃんと落として、うんうん、洗顔はあのネットで泡立てて、うん、なんかふわふわにして泡立てて、はい、で洗顔して、うん、なんか洗顔30秒以内の方がいいみたいな、聞いたことがあって、うん、なんか試してみてますずっと。あんまりゴシゴシせずにみたいな。そうですね、泡立てて、うん、こう始めた時から、うんうんうん、すぐまで30秒ぐらいで、一瞬とかやってますね。その長い間、うん、しといたら摩擦かかりすぎるのかわかんないんですけど、なんかどっかで聞いて、そう。あとはお風呂上がり化粧水でコットンで拭き取って締め込まして、こうやって貼って咲いて、コットンを咲いて貼って、夏とかはもう割とそれで終わりです。化粧水だけで終わりで、それで逆にそういうのがいいかもかな。そうですね。なんかでも肌質によると思うんですけど、人のなんか私自身があれなんですよ。その失礼いたします。サーモンで、はい、美味しそう。サーモンの結構珍しいですね、うん、なんかね、美術で化粧水しか大変くて冬の乾燥してる時は、うん、キールズって知ってます、うん、本当にもキールズのフェイスクリームみたいなのあるんですよ、うん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 、それを塗ってますね。今の時期とかですよね。じゃあ冬林し乾燥します、はい、めっちゃ乾燥派なんですよ。私もです。なんでも使ってみる。化粧水だけやとなんか私フェイスパックもあんまり合ってなくて、フェイスパックしても全然乾燥するんですよ。だからフェイスパックする時もあるんですけど、しても乾燥したらもうそのクリーム塗れます。割と乾燥派の人はあれおすすめです。あとあの睡眠、睡眠って大事ですよね。寝不足になったらめっちゃ肌荒れするんですよ、うん、体質的に、うん、だからそれは割と取るようにしてますね。睡眠なんか最低何時間とかどうですか。7時間は寝たり。あ、大事ですね。ほんま睡眠って本当に大事。寝不足続くだけで、うん、なんか顔が違うんですよ、もう寝不足の時とそうじゃない時多分自分しか分からん変化かもしれないんですけど、調子が全然違くて、うん、肌の調子もやし全体の表情も、うん、進んできますよ、うん、なんか元気さがなくなってくるんですよね。美の秘訣ですね、睡眠本当に大事、大事ですよね、うん、でも本当にそんぐらいですよやってるの、うん、
最低限じゃないですか、本当に寝るのとインティア系も最低限だし、やってる方ってもっとやってるじゃないですか、うん、続かないんですよね、いっぱいやろうとしても全然自分の続くことをやるのが一番いいですよね、継続できることを、最近本当に寝不足続きでちょっと鼻荒れしてきてるのが、寝不足も食事面も関係しますよね、きっと食事ちゃんと最近とってるから、やっぱ寝不足やな、そうなんですよ、うん、美味しい卵ね卵めっちゃ美味しい、うん、で、これ赤いしみしみのもそうそうですもうこれだけで幸せ、うまい、お肉ここずともやっぱ肉でしょ、うん、逆になんか、うん、普段やってることとかあります？普段の私ですか？面接マジ肌綺麗なんで、どこが綺麗ですか？もう全てが綺麗嬉しくて思うことが言われへんこれとかあるんですよ、やっぱ関西の血がね、うん、なだれてるからなんかおもろいこと言わないとみたいなね、うん、どうしてもわかります、うん、まともに答えられめっちゃわかります、なんかやってます？いやでもパックと、あでもさっきみずきさん化粧水と頭にクリームって言ってますか、プラス美容液がついてくるぐらいです、あ、うん、で最近化粧水と美容液の順番を美容液からに変えてから良くなってきて、美容液から化粧水で取れないんですか、うん、そうなの、まあ、美容液からがいい、あそうなんだ、ね、うん、浸透させて化粧水があって、うん、でクリーム、あそうなんですね、うん、美容液って使ったことないんですけど、もう何じゃないですか、どんな効果があるの美容液、何なんですか美容液って、美容の液でしょ、そんなのちゃうのうせぇ確かに間違ってはない、うん、コスメとかもこだわってます？全然ですよ、割ともうずっと一緒です、使ってるのファンデーションか、そうですね、今が一番なんかしっくりきてる、なんか私毎日メイクとかまだ撮ってないんで、あそうなんですね、需要あるのであれば今後ちょっと撮ってみます、うんうんうん、身をおすすめめっちゃあります、めっちゃあるってそのめっちゃじゃなくてめちゃくちゃおすすめなものが1個あります、へえ気になる、ここで言う前にそれが別やね、そうですね、うん、なんかやっぱり化粧品も自分に合うやつがやっぱみんなあるじゃないですか、それを勧めたところでっていう、そうなんかそういうメイクの動画とかやっても自分に合ってるだけで見てもらってる人に合ってるかは分かんないから、やる意味あるかなとか思ったりするんですけど、みずきさんの使ってるかもしれない、ああなるほど、そういうことか、じゃあやろうか、うん、あとあれだ、うん、水も結構最近頑張って飲んでます、水つらなくなりましたか、え、マジで本当にあのそうあのですね、本当に足が毎朝つってたんですよで、ユン先生にマジ足つるんですよねって言ったら水分が足りないんですよって言われて本当に水飲まないんですよ、食事中も食べながら飲めないんで、確かにこれ飲んでないね、そうマジあれも普段も荷物が多いのが嫌なのか分かんないんですけど、持ち歩く習慣がなくて、うんうん、飲まなくて、それもあってなんかそれを聞いた時に飲み始めたんですよ、うん、そしたらもう最近本当に全くなくて、すごいね、そう本当にそれだったんですね、マジでないんですそうかも、水分本当取らなかったですもんね、本当に口は、うん、だから本当に水頑張って飲むようになってから、うん、調子いいですね、いいことですね、なんか水ってもういいって言いますもんね、すべてに、うんうんうん、水今後も頑張って続けます、でも本当は1日2リットルですっていう、炭酸水とかは好きです、うん、あーそう炭酸水無理なんですよ、私も口に含むのもなんか苦手だった、炭酸水、炭酸をじゃなくて炭酸水、うん、でハイボールは飲めるんで、じゃあもう水ですね、目指せ2リットルです、うん、私1リットルも飲めてるかなぐらいです、まだ
本当ですか、はい、で他のカフェインとか水以外のものも飲んでます。飲んでますあのコーヒーめっちゃ好きなんで、うん、朝カフェラテ飲まんと始まらないんですよ。かわいいなブラックコーヒーじゃないっていう。いや本当に私糖分も取らないんですよ。甘いのも食べない。はい、あ糖分も羨ましいって思ってるよ多分見てると。お菓子、うん、食べないんで。お菓子を欲してないってことですか。欲してないですそもそも。で、うん、ケーキとかもそんな普段から食べないじゃないですか、うん、なんかある時とかたまにしか食べないんで。例えばちょっとコンビニ行った時にアイス絶対買っとこうとかないですか。ないですね。いやそれこそ3,4 年前とかまではめっちゃアイス好きだったんですけど、でも最近本当に食べしないです。欲しいとも思わなくなりました。アイス買うならなんか、うん、なんだろうな、カフェラテカフェラテで満たされるんじゃない、そのスイーツの代わりに。それもたまにカフェラテにシロップ入れるときは、うん、甘いものにコーヒーとセットでさしたっていうものなんですか。それをカフェラテはい、いやいや急になんかめっちゃ硬くなるっていうんですか。閉めます。大丈夫ですか。メイン来てないよ。まあそんな感じで結構喋ったんでそろそろ締めます、はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。メインがまだ来てないのでおまけで入れときます。ありがとうございました。よしよしでした。言っちゃうよ。いただきます。めっちゃ柔らかいです。